オリラジ中田が狂った理由がやばい。2016年の深夜番組でオリラジと共に日替わりレギュラーを務めていた千鳥が、生まれ変わるなら誰になりたい？という質問に対し、中田のあっちゃんは絶対嫌じゃ。あのデザインヒゲが気持ち悪い。不気味な顔しとる。その翌週、ノブは曲の廊下でトレードマークのデザインヒゲをバッサリ剃った中田に遭遇。ノブさん、さあ次はどうしますか？と言われた。冗談を本気にされたノブは殺されると思ったらしい。くさ。ノブくさ。グーチクやろこいちほんまに。チャンスの時間すな。この頃からすでに好感度下げてて笑う。あっちゃんこれで狂った説はさすがに面白がすぎる。でも実際西の芸人と相性悪そうよな。髪を倒して天下取れるか、見届けさせてもらうわ。